はい、どうも、みひろしさんです。おはようございます。残るところですね、営業日ベースで私はあと5日となってございます。はい、なんていうんですかね、こう悔いのない1日を残そうっていうのはちょっとなかなか、ハードル高いと思うんですけども、今日1日、ちょっと頑張ってよかったなっていう1日がね、ご営業日の中で1日でもあれば、まずは良しなんちゃうかなというところでございます。あとは、風邪をひかずにね、なんとか年を越せたらね、よしだなっていうような、ハードル低めにね、やっていこうというふうに思ってございます。はい、皆さんもね、今日なんかめっちゃ寒いですから、やっぱり体調に気をつけてであるとか、年末年始ね、インフルとかコロナにかかってしまうと本当に長期の休みというか、おめでたい気分がね、台無しになるので、そういうところを気をつけて、あとはもう穏便に年を越せることを願うのがまずは第一なのかなというふうに思ってます。はい、というところでですね、私もそうなんですけども、視聴者の皆さんもですね、寒くなってきますが体調に気をつけて、お過ごしくださいませ。はい、私は今日なんとか会社に行けそうな感じでございますので、ちょっと頑張って会社行ってですね、今日は会社行ってよかったなというような一日を過ごせたらなと思っております。めっちゃハードル低めでございます。はい、というところで、動画終わります。はい、チャンネル登録あと13人で2000人なんで、よかったらチャンネル登録してください。以上です。